今年の文化祭は各クラスで出し物をすることにしたのじゃ。各自何をやりたいか考えるように。以上。クラスで出し物ね。じゃ、しばらくの間みんなで自由に話し合ってみてね。よっ。出し物さ、演劇にしない？演劇？一体、ああいうのの脚本とか演出とかしてみたくってさ。何か思いつきましたか？ダメですよ、ちゃんと考えなきゃ。はい、もちろん考えてましたよ。占いの館です。得意なことってこれくらいですから。そろそろ意見も出尽くしたかな。じゃ、多数決で決めましょう。じゃ、占いの館をやることに決定。みんなで力を合わせて頑張りましょうね。あなたは今、心に深い悩みを抱いていますね。あなたの悩みは、異性のことですね。あ、当たってる。今後のあなたの運勢から見て、うまくいかないでしょう。どうしよう、絶望だ。ですが、もしあなたが理性的な行動をとれば、取れば？あなたの希望が叶えられるかもしれません。本当ですか？どうもありがとうございます。あ、そうですか。私は普通にやっているだけですよ。そんな大げさなこと言わないでください。それは多分無理です。特別な感情が混じると当たらなくなりますから。はい、なんだかとっても複雑です。楽しいような悲しいような。文化祭でもこうなんですから、卒業の時ってどんな気持ちがするんでしょう。はい、短い間ですけれど、悔いが残らないようにしなくては。え、それは言えません。